はい、本日はですね、本革の財布を紹介していきたいなというふうに思います。まあ、おそらくこれを見ていただいている皆さんは財布はお持ちだと思うんですよね。さすがに僕財布持ってへんけど服ばっかり持ってはんねんという方も少ないと思うので、まあ、これを見ていただいている方っていうのはもちろん服も好きやけども財布も持ってますよと。こんな財布持ってたら財布ってあんまコロコロ買えへんよねとか、まあ、一回買うと長く使えるよねっていう感じだと思うんですけど、気がついたらですね、財布がなんかボロボロなってたりだとか、パッて周りから見たらちょっと汚れてるなとかってなってたりするんですけど、自分は気づかへんということで、ずっと同じ財布を持ってるからそれが汚れてんのかもわからへんし、ちょっと古なってるんかもあんま分かってないんですけど、周りから見るとちょっとそれは置いた財布じゃないのということがあったりとかですね。それ以外にやったら、最近はキャッシュレスとかが流行ってますよね。あんまりなんか小銭持ちませんねんとか、財布のあの札束持ちませんねん、昔も現金じゃなくてスマホに入ってるキャッシュレスでピッてやってますねんっていう方もいらっしゃると思うんですよ。だからちょっと生活スタイルも変わってるし、そもそも持ってる財布もちょっと古くなってきたよね。ほんなじゃあそろそろ財布を買い替え時ですなということで、今日はこんな話をしていきたいなと思うんですが、以前ですね、あの東急ハンズさんとのコラボの動画で財布の動画出したんですね。でその時にまだ使ってないんでわからないんですけど、まあ、今後使っていって使用レビュー2ヶ月後くらいにしますわいう話だと思うんですよね。でまあちょうどタイミング的にもそろそろ春が近づいてきたということになってるので、あのちょうどタイミング、グッタイミングじゃないかということでね、まあ、2ヶ月間使ってみた、まあ、あの使用状況なんかもねお伝えしていきたいなと思います。もう僕も実際にいろいろ使っていたんですよ。以前紹介したのはこの上のね3つなんですけど、ほんまにこの、まあ、後々言いますけどね、食費、我が家の食費財布として今活躍してくれてるものもあれば、デート財布として活用してくれてるものもあるし、それ以外にやったらですね、僕が個人的にちょっと綺麗めな格好とか、ちょっとまとまった格好したいなっていう時なんかに着用してるやつもあるんですよ。着用というか使用してるやつもあるんですよ。まあ、なのでその辺をまあ使ってみてどうやったかっていうところ、まあ、映像を見てもらいながらお話していきたいなというふうに思いますので、今日の流れとしてはですね、まあ、前回ご紹介した3つの本革の財布、それが正直どうやったんかっていうのをパンパンパッと喋ってですね、でその次にはこの下の、真ん中の列に並んでる財布があるんですね。これはちょっとどっちかというと小型財布になってて、前回紹介したのは結構大きい財布ばっかりやったから、まあ、やっぱり小さいのがお好きっていう方もいらっしゃるじゃないですか。でかければいいっていう問題じゃないよという方ももちろんいらっしゃると思うので、そういう方のために、小型のね折りたたみ財布とかを紹介していっておしまいという感じでいきたいなというふうに思いますので、まず一番最初はですね、この手前からいきましょうか。こちらがですね、東急ハンズオリジナルの財布になっててですね、それこそ前回レビューした時に結構反響が多かったんですよね。っていうのもこれパッて見てもらったら分かると思うんですけど、質感がねめちゃくちゃマットな質感で、あの生後3ヶ月の牛の皮を使われてるんですよ。だから柔らかいんですよね。めちゃくちゃ柔らかいしマットな感じで、なおかつお値段がこれで1万円ちょっとっていうことになってるので安いんですよ。せやからレビュー動画の時も言ったんですけど、やっぱりこれから社会人になる人とか、今まで長財布持ったことない方なんかにはめちゃくちゃおすすめだと思いますし、まあね、こういった皮の質感って大体皆さん好きじゃないですか。こういうマットな感じのこう柔らかい感じって絶対好きな方多いと思うので、まあそんなことをねレビュー動画でもちらっと言ったんですけど、これ実際使ってみてどうやったかというとですね、これ今我が家のデート財布になってるんですね。だから夫婦でちょっと居酒屋行ったりとか、夫婦でちょっとカフェ行ったりとかする時の財布っていうことになってるので、嫁も使うし僕も使うんですよ。ほんなら僕はですね、この L 字の財布っていうのを基本的にこの角っちょを手前に持ってくるんですね。だから言うたらこういう感じで開けるんですよ。ほんでパッて開いてこうお金を取っていくシステムになってるんですけども、なんか嫁はですね、こういう L 字ジップをあんまり使い慣れてないらしくて、こう開く時に何ですか、 L 字を外側にしちゃうというか、こう外にあのビュッて開けるんですよ。ほんならその時になんかパッて開けた瞬間にやっぱお金が落ちてったりとか、ちょっとなんかレシート挟んでたのがポロッと落ちたりとかするらしいんですよね。でそれが嫁はちょっと気になるとは言ってたんですけど、僕個人的にはですね、こうやって L 字の方を手前にしてちゃんと使ってれば落ちることはまあ全くないんですけど、まあ、逆でこうやって使っちゃうとちょっと確かに危ないかもしれんなっていうのは、これは実際使ってみて分かったところやなというふうに思いますね。L 字のタイプは確かに開ける向きによっては結構注意やなっていうのは、まあ、今回分かったなというところであります。で次にですね、使ってみてどうやったかというのがですね、こちらの2連の財布ですね。ジップが2つもあって、おら珍しいなってことで以前レビュー動画で言ったんですけど、これねポカーンと開けるじゃないですか。ほんならやっぱパッて開けてもらったら、まずですね、やっぱりこんだけのカードの収納力、パッて見てもらったら我が家の生活情報が丸分かり。まずはニトリでしょ。ほんでその次に杉薬局ですよね。これはあの嫁がポイント貯めてるんで必要なんですよ。でその次に万代ですよね。そして、キリン堂、最後はなんかコーヒーのポイントカードが入ってるということで、もう我が家の買い物行くとこが大体分かったと思うんですよね。まあ万代行って杉薬局行って帰ってくるというのが大体いつもの流れになってますので、たまに家具必要になったらニトリに行くんですね。やっぱりお値段以上って大事ですもんね、なんて言ってね、まあ そんなこと言いながらカードは使っておるという感じですね。で逆側を開けていくとですね、ちゃんとお金が収納できるようになってて、ここに関しては食費が入ってるので、まあ、本当に何て言うんですかね、外食とかじゃなくて自炊する用の食費がずらーっと入ってるんですけど、まあ、見てもらったら分かる通りレシートがどっさり入っててですね、で逆側にはお金が入ってるっていう感じになってるので、まあ、容量の多さってすごいです。
ですよね。で僕はこういうレシート残すのあんま好きじゃないんですけど、嫁は家計簿つけるらしいので月に1回ぐらいにやってくれてるんですよね。だからそのためにレシートは残してるらしいんですけど、僕はあんまりこういうのは残したくないっていう派なんですが、まあ、そこはちょっと夫婦によって使い方があるんですけど、これぐらい大きかったら入るよということになっております。でそれこそ今とかやったらなんかあんま現金持ち歩かへんかったとかやったら、こういうのを、まあ、例えばあの家の食費財布にしといて、買い物する時だけクレジットカードとかあとポイントカードとか掘り込んどいたら、その財布を何個も持ち歩く必要がなかったりするので、僕もそういった使い方したりしてたんですけど、まあ、やっぱカードがこんだけ入るっていうのはめちゃくちゃ大容量でいいですよね。ただ使ってみて一つ残念やなというのがですね、やっぱこの革の質感っていうのがもちろん牛革なんですけど、経年変化を楽しむタイプではないじゃないですか。だから要は、まあ、綺麗に保ちたい方とか綺麗にずっと持っときたい方なんかはめっちゃいいと思うんですけど、めちゃくちゃ経年変化でシビー感じ出したい方なんかにはもしかしたら一番最初の東急ハンズオリジナルとかの方が向いてるかもしれないですけど、ずっと綺麗に持ちたい方は、まあ、こういうのはいいんじゃないかなということで、次がですねこちらのゾンネっていうブランドの財布になりますね。このブランドの財布に関してはですね、やっぱり特徴的なんでポーチですよね。このポーチ型に首からヒュッてかけれるってことで、今こうやってかけてるだけでもね、ちょっとなんていうんですかね、やっぱ革の質感的にっていうんですかね、ちょっと綺麗めな感じのテイストになるじゃないですか。でそれこそ普通にパーってフリースなんか着てて、ちょっと派手めの紫のフリースなんか着て買い物してる時とかでも、ちょっとこのポーチっぽい財布を首からかけてあげることによって、あらちょっとまとまったじゃないのと、おしゃれ感出たじゃない、今までえらいなんかアウトドア寄りやったけども一気になんかシャレ感出たじゃないのということになってると思うので、まあ、そういった使い方もできますし、それ以外にやったらやっぱりこれはスマホ入れるの便利ですよね。でここの手前のところにポンってスマホ入れるとこがあって、なおかつこの中はですねスマホが落ちにくい素材が使われているので安心して入れれますし、ほんでちゃんと中には現金も入れれるから荷物はこれだけでいいと。ほんで以前も言いましたけど、このまま電車も行けますしね。まあ今最近は電車乗らんけども、僕はね、まあまたねコロナが落ち着いてきたりしたら電車も乗る機会も多いと思うので、その時なんかは首にぶら下げたまま使えるという感じですね。というのがですね、以前紹介してから2ヶ月間使用してみてどうやったかっていうことなんですけども、やっぱりでかい財布ばっかりでもいいよと。やけどやっぱちっちゃいのも俺持ちたいねんとか、それこそスーツ着てはる方とかやったらあんまりこういうでかい財布ってポケットとかに入れづらいじゃないですか。でもこの中段ぐらいの折りたためる財布やったら、あちょっと胸ポケットにシャッと入れれたりもできるし、まあ、小型やからポーチなんかにもヒュンって入れれたりもしやすいっていうことになってると思いますので、この辺を軽く紹介していきたいなと思うんですが、まず一番最初はこっち行こうか。このね折りたたみ財布、この質感パッて見てもらったらですね、あれさっきも見たような感じですやんって感じだと思うんですけど、まさにその通りですね、一番最初に紹介した東急ハンズのやつの折りたたみバージョンなんですね。これパッて開けてもらうと、中がですねカード入れを普通に入ってて、パタンパタンって裏表に使える仕様になってるので、こっちはカード全面で、逆側に関しては小銭を入れるようになってて、小銭に対してはこうジップじゃなくてこのボタンタイプでパチッと開けるような感じになってますね。そして札の方がですね、これありがたいのが2つついてるんですよね。これ何がありがたいかというと、やっぱ大人になってくるとですね、ちょっと札が1000円ばっかりじゃなくなってくるんですね。ありがたいことにちょっと5000円もたまに入ったりするし、なんだったらたまにこう1万円が入ってる時もあるじゃないですか。昔なんかね、10代の頃なんか僕ほんま1000円札なんかも全然入ってなくてですね、いつも小銭をちょろちょろ言わしてた時があったんですけども、最近はようやく万札も入れる時があったりするので、そういうのって分けれるじゃないですか。奥の方に万札入れて、手前の方はもう1000円札にしちゃおうみたいな感じで、なんかお金もね、住む場所によってなんか財布を嫌がったりしてお金が逃げていくとかって言ったりすると思うんですけど、なんか入れ方もね、顔を下にしてちゃんと部屋を分けてあげやなあかんとかってよく言ったりすると思うんですけど、まあそういうのもちゃんとできるようになってるっていうのが小型版の財布ですね。でその次は真ん中の財布になってて、これちょっと変わった形なんですよね。おーなんですの言うとですね、これジップパンって開けるじゃないですか。ほんならまず左側にスマホ入れれるコーナーがあるんですよ。そこにスマホをポチンって入れてあげるとですね、このままちょっとしたなんていうんですかね、ポーチ感覚で持ち運べるんですよね。でちゃんともちろん財布なので、小銭入れたりとか、あとお札入れたりカード入れたりももちろんできるんですけど、ここに財布じゃなくてスマホも一緒に入れるっていう感じになってて、これをちゃんと試すために電車も乗ったんですよね。でこれパチって持ってですね、電車これ通らんかったら意味ないですやんいうことでパッて通したらですね、通ったんですよね。あほんなじゃあスマホも安心して預けれますねっていうことになってて、ちゃんと生地がですね、なんかスウェード調の生地になってるので、この辺なんかも滑りにくい対応が行われているので、例えばこう入れるじゃないですか、ほんで逆向けるじゃないですか、ほんであ落ちると思ったら落ちひんのですね。あよう考えられてますなあいうことになってるので、これはねポーチタイプの小型版のやつなんですね。同じブランドでゾンネっていうブランドなんですけど、そちらのメーカーが作った財布になってて、そして次がですね、さっき紹介した2連ジップ
ップのイズイットっていうメーカーなんですよ。これが半沢直樹のカバンとかで、ね、使われてましたよって、ああそんなこと言ってたなと思うんですけど、それの小型バージョンなんですよ。ジップをギューって上げてあげるとですね、この中にはしっかり小銭とかが入るようになってますし、もちろんカードも多少入れるようになってると。でまあこれは鍵をつけるやつかな、なんかがあったりして、ジップを元に戻して次はボタンをポチンと開けるんですね。ほんならカードケースがまたずらーっと9枚ぐらい10枚ぐらい入るようになってて、ほんで札束もちゃんと分かれてるんですよね。でこれに関してはちゃんと何ていうんですか、ずらしてくれてるんですよ。だからより見やすくなってるんですよね。パッと開けた時に、あ千円札なんぼやな、万札なんぼやなっていうのを見やすくなってるので、さすが半沢直樹も使ってるブランドですないうことになってると思うんですけど、まあ、これが、小型の財布ということにはなってるんですけど、まあ、財布ってなんか万人におすすめするものじゃないじゃないですか。やっぱそれぞれの生活スタイルによって、俺やっぱそもそも小銭持ち歩かへんねんなとか、こうスマホと一緒にもう掘り込んで持って歩きたいねんなっていう方とか、まあ、人によって全然違うんで、まあ、その辺はご自身の生活スタイルに合わせていただければいいと思うんですけど、まあ、このチャンネルを見ていただいてる方ってね、結構どっちかって機能的なのが好きな方もいらっしゃるし、まあ、逆にちょっと質感とか経年変化とか、こう味を出していきたいみたいな方も混在してあるんですよね。まあ、混在という言い方悪いかな、なんかこう混ざってあるので、一概にこれがいいですよあれがいいですよってことじゃないので、まあ、それは皆さん見ていただいて、わこれ俺合ってないなとか、あこれ俺合ってるなとかっていうのを見てもらえばいいかなと思うんですけど、はい。ということで、まあ言うてる前にね、もうほんまに3月また春になってくるし、また春は春でなんかね、財布買えるのがいい日にちっていうのがあるらしいんですね。確か3月31日かな、なんかっていうのがあるらしくて、めちゃくちゃ金運が上がるかなんかっていうのがあるらしいので、まあ、ちょうど年度も変わるし、財布も買い替えて、まあ、気分も変えてみようかななんて思う今日この頃でござんすということになっておりますので、本日はですね本革の財布を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。